はい、どうもこんにちは。沖縄おばばです。はい、パナさん、第3発目でございますね。はーい、パナさんね、ご機嫌ご機嫌です。はい、おケツが上がってますね。かわいいですね。おちっぽも立ってますね。かわいいですね。はい。ポン,ポン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 。ね。はーい、皆さんどうもこんにちは。気持ちいいみたいですね、今日はね。 はい。えー、ご機嫌だとね、お尻上げるんですよね。猫ちゃんはね。はーい。皆さんどうもこんにちは。沖縄おばばです。はい。えー、ちょっとね、気になる現象が出てきておりまして、これとっても気になってます。えー、もしかしたら、あっちら大王が末金孔の事例なんじゃないかと思います。はい。えー、 まあ、ちょっと遠いのが、まあ、幸いなんですけどね。日本から離れてます、かなり。えー、でも、これ、もしね、何か、でね、旅行者とかで、ここの国から入ってくる人監視しないといけないんじゃないかなーって、ちょっと思ってます。はい。何がかっていうと、何が発生してるかっていうと、エジプトですね。はい。エジプトです。エジプトで、なんかよくわけのわからない、 矢の舞が流行っているそうです。わけのわからない。はい。未知の、はい。未知のウイちゃんが発生したそうです。未知のウイちゃんが発生したそうです。未知です。未知。はい。わからないということです。何、えー、て言うのかな。今までこう確認されているウイちゃんとかね。えー、何らかのサインの菌とかね。はい。えー なんていうのかなあそういった何らかの歳の金とかね。はい、わかりますよね言いたいことね。はい、ウイちゃんとかね。はい。えー、まあ、そういうものではないみたいですよ。未知です、未知。はい。まあ、エジプトンなんでね、宇宙から飛んできたとか。まあ、それはないとは思うんですけどね。えー、なんかね、あのー、掘り出してたらなんか悪いものを 掘り当ててしまったとかね。考古学でね。で、それが、こう、ばらまかれたとかね。えー、わかりませんよね。こればっかりは。まあ、未知だそうです。未知。はい。この未知の、病の限界。はい。ま、まだなんだかよくわからないものです。はい。えー、いわゆる、サイの菌なのか、ウイーの留守なのか、よくわからないです。はい。このよくわからないものに200人がかかっています。 数もね、えげつないですよねえ数。数人とか数十人じゃありません。200人です。はい。200人です。 はい、何度も言うように。で、どうやらね、これ、紅海。紅海ってあのー、何て言うのかな、赤い海って書いて紅海ってありますよね。あの、赤いってあの、紅ですね、紅。はい。紅の海って書いて紅海ですね。あの、紅海の、何て言うのかな、旅行っていうかね、そこに行ってた人から、あーこう、始まったらしいんですよ、どうやらこれが。で、どん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 波及していって、 いるみたいなんですよねえー海です海はい、えそちらの方な,なのでねこれあのいわゆる川川っていうか湖ですよね後悔ね、えー、まあこう貝とは書きますけど湖ですよね大きなねえー、ここなんで海にいた何らかのその病の原体がねえー もしかしたらあ、ヒューマンにね、こう、映ってしまったっていうこともあり得るかなって思ってるんですけど、でも未知のなので、海のね、病の原体もね、だいたいわかってるはずなんですよ。はい。えー、わかってるはずなんですよ。どういったものなのかって、はい。えー、ウイちゃんであれね、サインのキンキンであれね、はい。えー分かっ てるはずなんですけど未知なんですね。はい未知の病の原体があ映っちゃっているっていうことです。これとんでもないと思いますよ。えー、私はねマッキンコの可能性が高いかなって思ってます。はい。え大、ー、体ねあのー、他の動物のウイちゃんとかね病の原体っていうのは。 あ人間にはね、まあ、何て言うのかな、その種類同士で、ええー、まあ、映るんです、になってるんですけど、人間には大体かかんないんですよ、これが。それがね、えー、よくわけのわからない、えー、病の現体がですね、200人もの人に、もう、ねえ、えまあ、 映るるんでですすとととなっっちゃっていいうことでございますはい。これ元記事貼っときますね、元記事。これちょっとまずいんじゃないかと思います。全く新しい何かを開発して、まあ、金庫した可能性もあります、えー。今までにないものだそうです。未知だそうです、未知。で、まだわからないそうです。 えまあね、何かの変異種とか何かの亜種とかね、えー、そういったものだったらわかるはずなんですけど、まだわからないと、けまあわかんないと、えー、ちょっとね、えー、気持ち悪いなと思います。はい。まあそういうことでございます。こちらの記事貼っておきます。もうできたらね、あのー、あれですね、入国、はい。 規制ししていいと思います、あのー、少なくともねエジプトから来る方はあまあしばらく言えないとかね、えー、そういうふうにしていただかないとこれ人から人へね、えー、なんかあこう移ってしまうみたいなんで、えー、これちょっとまずいんじゃないかと思います。道っていうことはもちろんなんですけどそれに対応する うまあ対症療法はあるとは思うんですけどそれに対応するねお中よりもね多分よくわかんないんですよはい道っていうことはそういうことですなのでねこれがどういう症状かっていうのは詳しくは出てないんですけどなんか嫌な感じはしますはいもしかしたらあ何かでね えー、テストで、こう、巻かれたものなのかもしれないんですけど、わかりません、私は。はい。えー、なんとも言えません。ちょっと、これ気になったんで、えー、ね。えー、でも、私、本当これね、入国規制すべきだと思います。はい。えー、入国規制です。はい。えー、やった方がいいと思います。はい。だって、わからないんですから。そういうことです。 それではあ皆さんまたごきげんようあっちら側はねやってきますからはっきり言ってねあっちら側ですからねはいそれではまたはいにゃにゃ、ね